人のご紹介をさせていただきます。2個の音色に惹かれ、ほぼ同時期に始めた2人のようです。いろんなジャンルの音楽を2個2本のハーモニーで奏でます。春野さんは空見風という親子ユニットで活躍中、茜さんは2個の弾き語りや2個のコンサート企画もしており、来月1月26日に長崎県美術館にて京都で活躍中の2個中国部へピアノトリオアジアワーミントのコンサートを開催いたします。ぜひたくさんの方のご来場をお待ちしておりますということです。今日はローマ法王の来席を機に長崎から平和の祈りを込めて演奏したいと思いますとメッセージをいただきました。それでは春菜&茜のお二人、どうぞよろしくお願いいたします。
続いてですね、有名さんと2曲続けてお聴きいただきたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
ました。続いての曲はですね、しっとりからちょっと変わって、はい、情熱的な曲を2個で演奏したいと思います。葉加瀬太郎さんの情熱大陸を2週間で演奏させていただきます。皆さん、手拍子なので応援いただければと思います。踊っていただいても構いませんので一緒に、はい、楽しく演奏しましょう演奏しましょう、はい、ではお聴きください。どうなるかなと思った一日だったんですけれども、
れ間が見えて、ね、はい、あの昼過ぎから太陽が差してすごく綺麗な青空にやってまいりました。空を見上げて今ここからはちょっと星は見えないんですけれども、あの明かりのイルミネーションが星のように、はい、そんな運転にぴったりの曲を演奏したいと思います。最後の曲は坂本九さんが歌った大ヒットした曲で見上げてごらん夜の星を演奏して終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またね、このニコの音色に触れて聞いてみたいなという方は、先ほどもご案内いたしましたが、あかねさんはこのニコのコンサートの企画もしていらっしゃって、1月の26日に長崎県美術館で、京都で活躍中のニコ中国でピアノ曲をアジアンウィングのコンサートを開催される予定だそうです。ぜひまたこの音色に触れたらな、素敵だったなと思う方は足を運んでみてはいかがでしょうか。
本当に素敵なステージをありがとうございました。まだまだステージイベントでお楽しみいただきたいと思います。この後ステージの準備ができ次第、ライブッシュオカリナ諫早長崎さんによりますオカリナの演奏をお楽しみいただきたいと思います。どうぞ会場の皆様しばらく